もうここの木の切り方なんか最悪ですね。西の梅北インターチェンジの、すぐ近くに来てるんですけども、まあ先ほど撮影してもう重機の音が聞こえてくるでしょう。もう10台ぐらい重機動かして丘削り始めてる。ここなんかもう木根元の方から切ってしまってるから絶対木なんか生えてこない、無理、こういう風に腐ります。で本当はこれも掘り起こして、バイオマス発電に回すべき。そのために小さなスコップがあるんです。ガソリンなんか使って重機なんか使って掘り起こすことなんか一切考えたらダメ。ガソリン使ったら負け、人類エネルギーなくなったら物流止まって死ぬ、全員ほぼ将来90億人死ぬよ本当に。